ないんですけど、はい、僕結構事務所で、はい、作業すること多くて、その時にもう、佐川急便、大和運輸、はい、郵便、はい、もうむちゃくちゃ届くんですよね。なんかでっかい、うん、その宅配便、あ、何しかすごい段ボールがすごい届くんですよ、はい、今日それをちょっと整理したいなっていう、はいはい、もうナムちゃんから始まってるはい、もうずっと待って企画の今日は、はい、趣旨を何度か聞いてましたけども、はいはいはい、開ける開ける、ね、袋のゴルフのさ、はい、やつとか届くやんか、あー、はいはい、送ってくれるやつ、ね、そうそう、袋は自分のが届いたら届いてると思うんですけど、うん、とかつって、開けて、取って、あ、それを今日は開封動画や、開封動画回るやつですよね、開封動画回りますか、もう回らないですか、一昔あるじゃないですか、開封動画よう聞いてたけどね、開封動画って普通は新商品買って開けるやつじゃない、はいはい、いや、たまにあるんですよ、スタッフさんとか、この間送ったんですが、食べてくれましたとか、はい、はい、で、あー、ちょっと確認しますっていうこともたまにあるので、危ないですね、確認します、何何、そう、連絡くれる、送ってきましたよってくれるときは、あー、届いてないっていうのを山井さん聞いたりしますけどね、そういうことね、だから、うん、なかなか忙しくて、ね、本当にもう把握ができずにどんどん溜まっていっちゃってるっていう、だから、開けていく、うん、開けていきましょう、今日やろうかと、はい、ああ、うん、だって、なんか嘘みたいにでかいやつあんぞ、いきなり、どれ？これ？これ何やこれ？何何？アマゾンや。今の手前？いやこれ。これね。アマゾン。何それ？でかない。早速。誰宛てなんですか？早速。誰宛てかちょっと、うん、責任者。森東宛て。くそ。責任者俺。勝った。あれ？え？何これ？え？何これ？勝った。これはだからコントで必要で買ってるな。いやいや、なめちゃうやん。これは俺ですわ。何してんねん。なんでこ、はいはい。なめちゃうやん。株主総会。はいはいはい。今年1月にやった、うん。木下さんと新下出てもらったでしょ。あ、はいはいはい。VTR ね。物販の。あの時に麦わらいるわと思って、見たらなくて、やっばと思って。で、もう当日、翌日配送ぐらいの感じで Amazon にあったから、買ったんですよ。買って、そしたら、そしたらちょうど TBS ラジオの事業部の人に麦わらってあったりしますって言ったら、はい、ありますよって言われて、うんうん、あ、じゃあそれ使いますっつって、この存在忘れてたお持ち帰りくださいお持ち帰りください、多分これの経費は出してるよねただこれダメよ、ね、ダメですね、これ多分税理士が見たら、うん、あれブチ切れる本当にそういうのがいっぱい多分あるはずやから、はい、じゃあもうちょっと罰としてなるじゃん、ちょっとかぶっといてくれですね、あ、似合うやん、使用した、結構似合うやん、似合うやん、高木美穂みたいな、似合うやん、何栽培してる時ね、1週間それね、はい、ダンボールやった、これやっとかな、ちょっとダンボール、あ、じゃあお前罰としてそれ下も下ろしてこい、俺何の罰受けなかった何をしたっちゅう、今までのそれで済むんか、それでチャラいや、1個だけでいくから、俺下下ろしてチャラ簡単な会社、これもあるな、開けてないやつ、ちょっと開けてない、だからファンの方が送ってくれたっていうのもあるからね、それは誰宛てなんですか、これはね、一応森田宛てになってる、森田宛て、じゃあ森田が開けない、うん、多分ファンの方が送ってくれたっぽい感じやと思う、だからちょっと今名前取ったけど、何が入ってるの、怖いなぁ、なんかお前ね、爆発物とかやったらもう終わりやで、ね、なぁそんなこともあるかもわからんで、カチカチって言うてんのだから爆発しなさすぎやろ時間かかってる、そうですよ、開けた瞬間ですか、そうそう、オッケー、あれなんか良さそうや、良さそうってなんか良さそうや、良さそう、これでこれだけなんかちゃんと、いや、だから飯系やったらあれかなと思ったけど、何やと、いや、なんかそのキャンプ道具みたいなもんちゃう、キャンプ DIY 道具ちゃう、キャンプ道具で良さそう、 DIY 道具、あ、緩衝材入ってる、あ、緩衝材や、これパイ釣りできます、パイ釣りってね、皆さん、もしは空気抜けてるわ、あ、でもこっちもあるから、生きてる、何なんか小分けされてる、いっぱい入ってる、あ、うわ、何、え、タバコ、いや、え、タバコか、でも見たことない、このタバコ、確か見たことない、ブラックでも日本のタバコやな、どういうこと、な、急に専務が、ね、ね、あれ、あ、なんか警鐘鳴らしてるえ、なになになに、タバコやな、
何それ、うん、何なん気になるな吸ってみよう。これは何、あ、灰皿や。カップ型アッシュトレイ、車に置くやつじゃん。あ、これはいいや、いいですね、いいよ、車に置こう。めっちゃええの届いてるやん車に置こう。誰からか分かってんねん。これ、ええやん、ええやん。カップ型アッシュトレイ前後に、うん、うん、ジッポ、ジッポや。うわ、久しく、タバコセットや。久しく見てないね。ジッポは。ジッポ使おうか。え、ジッポ。大学生以来やな。大学生の時使ってたよ、俺ジッポ。じゃあ、かっこいいつけ方できるんじゃない。ジッポで生きてんな。ジッポでふかすの。ふかしないね。あれ、あれ入ってない。あれ。あ、入れるやつあるんだ。これちゃうの。わあ。ゴールドや。ファンの方ですか、これは。何も入ってない。あの手紙とかも。入ってない。今のちなみに誰どなたやったんですか。個人名だった。ああ、だからファンの方や。ファンの方、うん。女性ですか、男性ですか。男性。男性の方。そういうのも会社の人なんじゃない。罰としてこれも吸わなあかん。これでもなんか意外するじゃない。吸ってみよ、一回。ありがとうございますや。俺がこの動画内でもらってていいんですか。そうね、よくないよな。でもさ、いや、だって使わんねんで。じゃあさ、例えばさ、うんこ送られてきてさ、それ使うか。使わない。あげるやん、人に。納得すな。そういうもん。納得すな。ジッポ、この例を追ってる。いや、例えばワンピース送られてきました。使わんやん。もう別に誰かあげるやんっていうことやんか。納得すな。送ってこうへんねんから。だからありがとうございます。ありがとうございます。有効活用しよう。誰かが使いますので。これでも事務所用やもんね。事務所の車に置こう。車に置こう、これは。これ最高。絶対に。これ開けてなかったことは悪いことだとは思わないでくださいね。本当に忙しくて開けれなかったんで。いや、まあまあそうだね。うん。それは本当にそう。今開けようと思ったというこの心意気を買ってほしい。じゃあ次やってください。これ誰宛てですか。あ、これでも誰？森田。あ、森田。森田さん。森田さんが今2位ですね。2位ですね。数の競い合いもある。鍋ちゃんが1位。僕、これが2位。鍋ちゃん自分で送ってきてくれた。袋ゼロ。これ自分で注文して。このためなの。じゃもうそんなレベルじゃない。導火線に導火線に火ついてるやん。もうじゃあ早く離れろよ。危ないよ。何、うわっ、かっけー。何これ。あのオレンジで使ってるやつですよね。電源タップじゃん。はい。おお、いいやん。いやいやいや、おいおいおい、何それ。これかっこいい。ごたがれ案件。これごたがれ案件でした。あのこれ俺の家これなんですよ。あの言ったら延長コードというかが、あのこの形なんですよ。このブランドで、はい、めちゃくちゃかっこええやん。でもさ、これ袋のさ、ジープの色と一緒やからさ、上乗してみたら。なんで言わせんの。上乗してよ、上もっとも繋がってんのよ。ジープって二段なんやみたいな。そんな厚みで二階建てジープ、二階建てジープやみたいなさ、タクシーのなるんじゃん。ならへんやんなもん。あ、メーカーやわ。あ、それはすごいね。それはじゃあ捨て間になる。ファーゴさん。いや、別に捨て間にはない。それは捨て間になるから。捨て間にはならない。モザイクかけておいてください。これね、いいんですよ。これかっこいいっしょ。うん。そう。石尾さんが多分、ムキッとしてると思うんですよ。ごたがれ案件。結構値段もすんの、これ。まあまあ、ぼちぼちじゃない。これ使えるんじゃない、こう事務所で。俺んちはもうあるからさ。うわ、欲しい。いいよ。ナビちゃん全部もらっていいの。あ、ナビちゃんやってんの。いやいや。いやいや、自分はもうそれだけ。それ、あの、今後裏さらばで一生脱がんといて。ほんまに。始まる前も。なるちゃん、麦わら。すごいね。田舎から来た。ファーゴさん、ありがとうございました。ファーゴさん、ありがとうございました。ありがとうございます。次もあります。はい、どなたでしょう。次は、お届け先。さらば青春の光。の森田さん。森田かい。森高い。3ですね。何が送られてきてんの、そんな。あ、また。あら、手紙が入ってるやん。まず、いや違う。何それ、いいです。これです。おかしいな、お前何回。皆さん、これがね、パイ釣りができますもん。あ、手紙が入ってる。入ってるやん。うん、何これ。何、何、よし、何これ。あ、何これ。男の美髪シャンプー。めちゃめちゃ高そう。ハゲいじられてるよ。ハゲいじられてます。でもハゲに効くみたいなことはないよね。これ遠回しにいじられてるやん。え、ファン、これ高そうよ。高そう。なんていうとこ、ルッテっていう。自宅で簡単ヘッドスパ。うわ、いいやん。
ヘッドスパはいじられてますよ。いや別にあの範囲いじられても俺あんまりビクともせんねやんか正直。まあまあええもんではあるけどね、うんうん、これはいいですね。あ、いい、ありがとうございます。手紙は、手紙は、はい。それはまあ個人的にあんま見せようがええんかもしれないな。いやまあね、うん、うわぁ、まあ、ちいちちゃそれ読んでよ。なんか結構長めに書いてある。ちょっと不倫のお願い、そっけそっけ単純にあのシャンプー送らせてくださいみたいな内容で、よかったっすね、ありがたいですね、はい、ありがとうございます、はいはいはい。これは実は毎年、うん、あの届くやつ会社に、あ、今年開け忘れてた、当てていい、うん、東映、そう、カレンダーね、カレンダーね、今年の1ページ目が誰かっていうのをね、それは袋を予想してよ、1月、はい、1月、え、映画出てる人なのこれ。多分なんか映画スターのイメージあったけどね、うんうん、綾瀬はるかさん、どうでしょう、うん、なんか俺に開けろみたいな正解、正解は、あ、でも俺ほら、近い、ほら、綾瀬はるさんの出演で入ったあるで。あれあれ、ほんまや。っていうことは、うん、なんてやつ、なんていう、東映カレンダー。あー、そういうことね。あー、そういうことか。相棒です。あー、うーん、あ、うわ、なんか豪華になってるやん。ほんまやな。前より。え、ちょっと東映儲かってるやん。あれ、うわあすごい、急に今これなで、急にちょっとだけ飾りたくなくなった。ロンブラザーズ。ほんまやね。うわあ、これ見たい、めっちゃ見たいやつ、はいはい、ポスター全部かっこいい。そう、これテレ朝でよう見て、あのマジラブのな野田さんに見えるの一瞬。ああ、そんなテレ朝行くの。テレ朝みんな、みんなあ、ま、え、またあんの秀明やん。お、あ、もう映画や全部ノンさん、天魔荘の三姉妹、これで撮ったわけじゃないの、あのアカデミー賞。あ、そうかも。そうなんや。あ、のんちゃんやん。のんちゃんが撮ったよね、なんかね、あ、うん、一緒に仕事したね、のんちゃんと。昔ね、3年ぐらい前ですか、来た、うん、何の仕事やった、なん、え、なんかの企業のあれよね。あれ、全然覚えてないな。覚えてるよ、覚えてる、俺は覚えてるよ。俺あんな楽しかった仕事ないもん、今までで一番楽しかったんじゃん。え、何だっけ、え、まず袋が分かったかどうか。企業名が分からへんわ。いや、企業名いらんよ、別に。何のっていう、うん、何やったっけ、どういう、ドンって出てくる、どういう商品のってことでしょ。新潟かなんかので作ってるやつやで、うん、え、味噌かなんかか。いや、違います。え、はい、え、それもあったんか。米、違うよ、違うよ、え、え、甘酒でしょ。え、丸米味噌じゃないの。え、甘酒でしょ。じゃああれやわ、え、味噌ちゃう、味噌か、味噌、違う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 、酒、甘酒やったやん。え、丸米味噌じゃ、いやいや、のんちゃん飲んでたやん、甘酒のなんかやつ。え、え、お前らこれで甘酒じゃなかったら甘酒ぶっかけるからね。2対1やで、ね、検索しよう、じゃあ検索しようよ。のんさらば青春の光で出る、で出るでしょ、だって1回しか共演してないねんから。丸米くん、ほらもう終わってるやん俺らが。いや、でも、え、甘酒の CM 見たやん、あそこでのんちゃんがやってる、あ、麹の、そう、麹の甘酒みたいな。あ、そうやそうや、見たやん、麹の甘酒、うん、やってたかな。あれ、まあ、まあでも誰が勝ってんこれ。それはな、一番近かったのは山根さん。ほら、ないないない。ノンさらば青春の光、森田の宣戦布告に取られないように頑張らないとっていう見出しで、女優のノンが3日都内で行われたマルコメのプラス、これなんて読む、麹甘酒新 CM 発表会にお笑いコンビさらば青春の怒りの森田哲也と出ました。ほら、だからもう、え、東袋って、あ、東袋もなんかうっすら書いてる、出てたよ、うっすら書いてる、出てたよな、うん、出てたよ、ちゃんと、うん、ほら、魚沼の水編など。まあ、でもこれはイーブンやな。なんでだって味噌、丸米味噌さんのお前は丸米を味噌だけの会社やと思ってる。いやいや、味噌、そんなことない、すいません、丸米さん、丸米言ってなかった、丸米言ってない、もうね、味噌のイメージ払拭したくて甘酒作ったのに、すいませんね、ほんまにか、それは本当に。はい、これ来たよ、はい、それは誰、なんか当てな、あ、もう山根さん取った、あ、さっき多分取った、誰、森田宛て、はい、森田またや、すっごい当てた、あ、え、あ、あ、え、何これ、あ、山根さん、これサンプルじゃない、テイクイットイージー、あ、そうか、それは会社から送られてる、非売品、クラウンレコードさんが、
これ皆さん、テイクイットイージーね、このカセットで出てますからね、はい、だからみんな宣伝で配ってくださいのやつを開けてなかったということです。今ね、大ヒットチューンとなっておりますのでね。要はね、アーティストがね、袋は嫌な言い方したな、今こいつはすぐ嫌な言い方するんです。楽屋でね、配るやつよね。なんや、それに対して何かあんのか。どういうことそれに対して、アーティストが持ってくることに対して何も言うてへんやん、俺何も。なんか、なんかあるかのような言い方やな。いや、それをやらなあかんやつやろ、じゃんし。それに対して何かあんのか。何も言うてへんよ、お前が言い出したのおかしい。含んだ言い方するな、お前は。何かあるんですか、それに対して。何かあるんですか。何かあるから、お前はそれ言ったの。俺は何も引っかかってへんねん。袋が次の仕事の時に、うん、うちの社長が出したやつ。なんで俺やねん。そうね、それ。普通お前がやらない。いやいや、お前が、うちが出してるもんですっていうことでやらないと、それは説明無理やろ、そんなもん。なんで相方がやってて。なんでやねん、お前の YouTube とか俺が告知してるやん。確かに。そう。それ一緒やんな。だって森東がやってるもんでしょっていうことやから。なんか嫌やな、やってるやん。こんなもん渡して。なんそれに対してなんかあんのそういう楽屋に置いて帰ろうかなと思うやつな。あ、え何が、いやいや、これやったらな、どうしようかな、もう分からんように台本の下に置いとこうかなみたいなやつやろ。うわ、いや知らんで、俺はやってへんけどな。どんなアイドルが来ても持ってきてもそういうあれってことでしょ。俺は持って帰ってるから。いや、ちょっと今日は何が、ね、なんかちょっと炎上会かもしれないですね。そういうやつもおるんちゃうかって話や。何かを開封してしまいましたね。まあうまいこと言わんで。それで言ってる時点でなんか言葉がなんか素人の言葉に田舎さんから野次馬になんか言われてるみたいで嫌やわ。これはでもあれやわ、あのこの前パルコさんと会長と専務のやつ、うん、ちょっと見せてあげて、うん、あらあ、トートバッグを。あ、ええやん。あ、はいはいはい。あ、ええやん、ええやん。3つでもね、グッズですか。グッズを、はいはい、うん、どうぞということです、うんうん、あ、手紙も入ってますよ。お、なんとうとうが出来上がってきましたので献上させていただきます。献上、お活用ください。体重計入れれるぐらいの小さい最近で弁当とか入れるんじゃない、うん、あ、お弁当、うん、猫入れたのかい。おとなしく入った。あ、ちょ、ええやん。お散歩も行けますよ。ですか。ええやん、かわいい。出たそう。あ、いいね、かわいいね、うん。それは完全にビールでしょ。森田哲也さん。確かにね。でも俺って分かってて、ビール送ってくる。それでもな、じゃああれナンセンスなやつだ。どうか見ながらね。誰から来てんのかが。あれ、ユーポス。あ、ほら。ユーポスさんから来てる。ユーポスなんや。だからお歳暮や。そう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 。で、俺に来てんの。ああ、まあ事務所っていうことでしょうね。それは社会が4ね。ああ、いいじゃないですか。プレミアムモルツ、うん、あ、いい高いやつ、うん、美味しいやつ、美味しいやつ、ありがとうございます。もう全部飲みます。今日中に飲みます。僕が開けます、全部。お前ビールだまだいけるもんね。ありがとう。飲めるもんね。はい、いやいや、ちょっと聞きたい、聞きたい、聞きたい。今日中に全部飲むっつって。飲んでくれや。飲みます。ありがとうございます。この間お世話になってるもんな。あ、めっちゃだからそうや、連絡もらってんやった。あの、あれどうなった、売りましょうよ。うん、ヤフーマ、オークションね。ヤフオク、ヤフオク、ヤフオクにしようか。いや、1円からね。うん、はい。おー、いいっすね。あの動画が出て欲しいって言ってた人おったんですか。いや、あんまおらんかった。で、車検は、車検は通ってる。だってこの前、うん、で、整備もされてる。整備最後にする、ま、整備は最後にする、うん、から、まあ普通に乗れる状態で、うん、うん、ってことやんな。それどうやってお届けするの。ブクデリでしょ。出た。北海道とか言ってみろ、お前。車で運転してから持ってって、うんうんうん、袋は何か何か帰ってくる。だからあれじゃない。だからよくさ、自転車でさ、うん、パンクした自転車をさ、自転車乗って持ってってたやんか。あれするしかない。どうやって車で。だから、お前。二車線使うな、お前。だから、右ハンドル、そう、ね、今のジープ。右ハンドル。ジープ右ハンドルか。だから、あっちも右ハンドルやから。右ハンドルや。だから、バックで。バックで。バックで。で、いや、片方バックで。そうね。で、あっちバックで。で、こうか。あ、こう、こうか。だから。うん、ってことやんな。絵見えてるかさ。わかりますか。チャリは簡単やな。チャリは。チャリ簡単。チャリは。で、だから今こうチャリはこうやろ。なんかこうやるやん。あれうまいことやな。2台で、これが、あの袋の車。
これがジープね。ジープでこう。はい、で、北海道こっち。北海道こっち。ジープでこう。で、袋のあの、レクサスが、バックで、はい、こっちでどっちについてる？ここ横に横にな、今どっちに乗ってる？そっちに乗ってる？今あのレクサス、レクサス金に乗ってる、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 で乗らんでバックしながらこっちは全身回転、じゃあちゃうの？せめてさ、せめてさ環境のいい方に乗る、金に乗る、金に乗る、前に乗る、金に乗って上って行って、窓から手出してとか、だからこっちはニュートラルにしといて、そういうことですね、ニュートラルをバックで引っ張ってどういう牽引やん、遠くの方、遠くの方、ぜひ遠くの方ないで納得してください、ぜひよろしくお願いします、やりましょう、はい、この下は本当に俺らの持ち物、いや、これね、多分猫のやつなんかもらって開けたと思う、あ、開いてるわ、見てこれ、あ、これあれじゃん、なんかカメラ置いといて見えるやつじゃん、部屋のめっちゃいい、はい、違う違う、ペットの監視用、違う、動いてますよ、あ、車輪で動くカメラ、え、違うんじゃない、オールロボットだって、あれ、何これ、ポットか、え、違う違う違う、ポットだからカメラよ、え、これで追っかけんじゃん、なん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 、いや、これ回くって回るんじゃん、ほんまや、袋ロボットで、え、走らせて走らせて、何それ、うん、どういうこと、だから電池かなんかいるやろうけど電池いるわ、電池入れるわ、電池入ってないの、電池あるでいっぱい、炭酸、電池ちゃうな、これ見てみる、え、なにこれ、電池何つもあんの、電池いっぱいあんねん、何使うの、すごいよ、ね、電池を何やするショーケースに入れて違うわ、違うわ、ほら、ん、電池じゃなかった、電池じゃないわ、あ、ここで充電できます、うん、電池いらんの、電池いらない、いらないです、あ、ここボタンあるわ、なにこれ、あ、でも捨てた、猫と、猫を遊んでくれるんですって、猫じゃらしとかをつけて、うん、はぁ、で、それにカメラ機能もついてるってことや、ついてるんじゃない、もうでも血は知ってるで、なんか猫じゃらしがワンセットついてますって感じです、あ、いろいろちょっとセットアップに時間かかるんじゃない、全部セットアップ、ちょっとやってみて、わからんな、これ説明書は、説明書あるけど、うん、あ、何もう やってみて一回、うん、専務に好かれるで、そんなお前がやったって、うん、そうね、分かったら、いいんやね、これわかるかいな、専務遠隔からやろ、袋がやるで全部賢いから。アプリ落とさなあかんの？あれ、あのフードドライ。おやつ、あの好きなやつ。確かにおやつ。好きなやつ。どっから出てくるの？おやつは。じゃあ。ここじゃん。ここじゃん。あ、ほんまや。え、すごっ。こっからおやつ出てくる。ちょっとおやつ出すわ。ここはもうほんま。これ結構厳密や。会長に見られるで、もう来るで、やばやばい、会長、会長さっき降りようとしてる、あ、なんか降りようとして、降りれるんですか、あれ、降りられるの、なんかちょっと待って、なんか、ね、飲んで、あ、わかったわかった、階段がない、階段なくしちゃったんだ今、あ、え、かわいそう、何それ、あの、この辺をちょっとね、この辺使って降りてたのに今、うわ、はい、おいで、全部変わってる、ゲームや、よいしょ何の叫びやん、全部英語や、全部英語や、海外来たみたいな、一回もこれで行くのか、結構携帯からとか、こいつはこれ好きやね、でなんか特別なやつ、もうなんかうまいんでしょうね、ほら並んでるちゃんと2人、ほんまや、こいつね、こいつ一口で食われんな、これ会長、いけた、会長、会長、おじさん、予告来たからツイートした方がいいかも、あ、了解ちょっと待って今いいとこだから予告どころじゃないから今今一番いいとこでしょ、これ俺が今、猫を 手なずけてんねや、はい、食べてる途中でしょ食べてる途中で猫がお菓子食べてる途中でしょうかはい、専務専務来い、専務いいの、専務おいでほら、はい、はい、いけいけ、はい、もらえるよ、あ、会長来た、あ、会長強っ、あら、お、じゃ会長強、あら、お前、珍しい、会長が勝つ、セブンも塩らしい、会長、あ、会長、あ、譲った、さすがに、さすがに俺の方が1回多いよなって思ってもはい、終わり、電話に、あ、会長が寝よってる、珍しい、もう可愛いね、
619っていうエラー番号で、それは違うと思う。なんか言ってんな、ずっと。ずっと言ってんすか。はい、終わり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 。で、はい、携帯電話またメールアドレスとご一旦終わりな、一旦終わりな。エラー番号入れたと。ログイン押さんで。新規作成じゃないの。いえ、ログインじゃなくてアカウント作成、カット登録やな。何してんの。ログインはだってまだできてないんだ。どっちがどんくさいの、これ。どっちがどんくさいの。アカウント作成、ショートカット登録やろ。それやで。はい。で、そこやってんねん。やった。そこで電話番号入れてやってるけど、そしたら、こうや。高校生クイズが出たらもう一瞬であかんやろ。このチームは全部間違ってない。間違ってないよ。どうしたチーム、うん、確認コードをす猫のなんかのやつ、あの取得するを押してもコンクて61括弧619というエラー番号。多分619は多分関係ない。いや、エラー番号でね。褒めてんな、どうしたチーム。なんでや。で、受け取れませんかって言うと電話に出るってあんねんけど、電話出てみたの。そこの何もできへん。さっき言ったカメラほんまについてんの。ついてるっぽいよ、うん、なんか目がだってカメラになってるっぽい。へぇ、じゃあこれ袋の地に置いといたら、うん、俺らは袋の地を見れるってこと。なんでそんなことすんねん。なんでそんなことしたらあかんねん。なんでプライバシーもクソなんやろ。なんでプライバシーもクソもなかったらあかんねん。ダメ決まってるやろ。これはなんかできないでしょ、こっから。ダメに決まってるわけないやろ。最小心あと40秒だから。いやいやいや、ずっと押しててそれが来へんのよ。来てない。うん、なんで来てないと分かる。1個も来へんね。だからここにエラー番号出てほら619。これじゃない。いや、その番号入れてもできへん。これ袋んち置いとこうや。置いとかへんねん。なんで置いといたらあかんね。うるさいなお前そっちは。うん、できへんしょ。なんでできへんの。なんでやろ。番号合ってる。番号合ってる。合ってる。え、じゃあガチのカメラ置いといていい。何と変わらんの。変わらへんな、もう一緒やん、お前。変わらへんから。うるさいな、お前、ほんまに。やっとけ。こっちやっとんねん。あかんやろ、もう。いや、これな。袋のアドレス教えて。いや、もうでも、なんかでやってるやろ、これ。一回なんか。それから変えてないの。変えてないよ。え、袋の電話番号何番やから。なんで言うねん。なんで言うたらあかんねん。なんで言うたらあかんねんじゃねえろ、お前は。なんで言うたらあかんねん。うるさいな、お前。黙っとけよ、お前。なんで言うちゃって言うたらあかんねん。何や、持てんな、あいつ。あかんな、メール来おへんな。このアイコンじゃないか、カそんなわけないや。んな、Google の方が優れとんねん。ちょっと、あれ説明しよう、取説は。さっきのこれを。Android 用の QR カット。当たり前やんなもん。それをやったからダウンロードできとんねん。そう、こういう動きもできんねん、ちゃんと。あ、未来の車や。未来の車、そうなるかもね。いや、つなぎたいな、ほんまに来たら。参戦しようか、俺。これでも全部スマホでやるな。うん、あー、もう繋がんでよくない。あいつタバコ吸ってんぞ。お前らのわがままあんま付き合ってられへんねんけど。いや、でもあの、ついてた猫じゃらしで今、専務が遊んでるわ。あ、それええやん。それええやん。猫じゃらし一つはゲットできたということです。うんうん、え、てか、え、本当に繋がれへん。ちょっとね、アプリが入られへんね。これだから参戦しようか、俺が一パッとやっていけたら。 やってみて、じゃあ。そういう問題になってないな。誰がやっても一緒じゃん。ちょちょ、たぶんアプリ側の問題よね、これ。なんかあんまどうしたと絡まん方がいいっすね。まあまあ、もう今日だけ、今日だけ。うん、いやでも結構この猫じゃらしを。おーおーおー、これどうやってダウンロードすんの。ダウンロードの仕方が分からへん。会長が上上がれんくて、ふてくされて。ちょっと会長の方が大事や。多分上上がれんくて。さっきまではあのてっぺんに行ってたのに、うんうん、多分な何かが形変えちゃったから。あれ、ヨギボーなかったっけ。ヨギボーがそこにあったけど、今ちょっとその俺がぐちゃぐちゃしちゃったんですよ。 QR コード。ちょっともうやるわ、一回。何どれをやればいい。どれ QR で取れるの。なべちゃんのあれ。なべちゃん俺の QR を、お前でけへんの。お前でけへんの。お前でけへんの。お前んねでけへん人間が。持つな。タバコ休憩や。これあ、さっきのタバコ吸っていいっすか。さっきの。あ、吸って吸って。一回見。あ、それそれした、それした。これが取られへんの。取られへん。それよ、それは。取れんねん。そんなんできとるわ。こんなん取られへん。取れとんねん。アプリ。取れとんねん、全部それは。どうせ登録できへんやろうから、あいつも。おぉ、え、どういう。甘い。甘い。うん。その別に強いとかはないですけど、甘いっす。ちなみにさ、アプリは、どこまで進んだ。ログインまではいけた。ログインできてない。あ、ログインできてないんや。うん、あいつはログイン超えれば勝てるぞ。こっちはまた違う。こっちはまた違うやつ。こっち進んでみる。あ、
あ、こっちは、何普通のタバコに近い。そう。うん。こっちの方がまだ吸える。出した感じ。うん。出した感じで。これは全然いけるよ。ちょっといけるけど。お視聴の皆さん見てなんかえらい静かにやってたけど。うん、これな。え、うん、全然、確認コードが、ね、確認コードが取得できない、うん、言うてるやん、これ言うてんの、これ言ってた、そうや、お前ら、うん、で、俺がなんかそれやいや言うてもつ、そうや、ごめん、分かってくれた、そうやね、うん、そこで止まってたんや、ごめんな、それはうるさく言うてるからちょっとこれ言ってたんか、いや、じゃあこちらこそ、やのに俺があんだけうわ言った、そうやね、ごめん、ほんまに、よかったよかった、分かってくれた、無理無理やな、無理、確認コード返ってけえもん、とりあえずじゃあもう残念ということで、はい、まあこれで遊んでるからいいや、そう遊んでる